はい、人間の皆さん、こんにちは。 IT 系マジョバーチャル YouTuber のくれないです。今日は初めてヒープエクスプロイテーションの勉強をしていこうと思う。題材とする問題は EcoCTF2023 の4ストラックっていう問題。具体的な内容としては、セーフリンキングっていう防御機構が入っている、ヒープの問題で、ユーザーフターフリーの脆弱性を使って、任意のメモリの読み込みだったりとか、任意のメモリの書き込みだったりとかを実装して、で最後にゴッドオーバーライトで任意コード実行するよっていう問題。一応 libc のアドレスリークもやってるから、その辺も説明していくね。じゃあ実際に問題を見てみよう。それじゃあまずはね、バイナリの仕様について紹介していこう。こんな感じで起動すると4つのメニューが出てくる。4番はエグジットなので、実質3つの機能がある感じだね。で、1番のアットホースってやつは、こんな感じでね、馬を追加することができるっていう。まずは場所、インデックスを入れて、その後に、馬の名前だね、の長さを入れて、で、最後にその長さの名前を入れるっていう風な流れ。で、馬が8頭以上だと、この3番のね、レースができるようになるので、まずは8頭の馬を作っていきましょう。はい、これで8頭の馬を追加することができました。これでレースをすることができるんだけど、こんな感じでね、ウィンナーが表示されます。で、このレースをね、途中経過もきちんとね、表示してくれます。これ H がね、こうちょっとずつ進んでることがわかるよね。で、あともう一個は、馬の削除機能っていうのがあって、こんな感じでね、インデックスを指定すると、馬のね、削除をすることができます。で、あともう一個、隠された機能っていうのがあって、これバイナリを読んだらわかるんだけど、0番も選ぶことができます。0番は、馬の初期位置をね、改造するっていう、まあ、いわゆるチート機能だね、になってて、ただ、これを使ってしまうと、このレースが、ちょっとね、ライブでフラグが立ってできなくなってしまうんだよね。これは後でやるんだけど。じゃあまずは、ちょっとね、これで、今0番のね、馬を削除したので、じゃあ1番のね、馬に対してチートをしていきましょう。で、あとは、名前をね、こう改造する機能みたいなのもあって、16文字だけね、入力できます。はい。これで、あとはね、場所を入力すると、チートすることができました。ただ、今の状態だと、さっき説明したように、内部でフラグが立っているので、レースをすることができません。で、もう一個、伝えておきたいことがあって、これ0番の馬を、削除したんだけど、0番の馬に対してチートすることもできます。こんな感じ。特にエラーとか起きないよね。これは結構重要な性質。で、最後に、これレースをしようとすると、こんな感じで、チートしてることがバレて、グッバイっていう風にされてしまう。あともう一個。一つの馬に対して2回リムーブすることはできない。これで1回リムーブした。で、もう1回リムーブすると、これでね、もう使われてませんよっていうところで、エラーがね、起きてしまうと。これで落ちてしまう。で、まとめると、馬を追加する機能と、あと馬を削除する機能と、あとレースをする機能っていうのがあって、で、0番のメニューのところで、リムーブされたはずの馬に対して、こう何かをね、こう名前を入れ直したりとか、する機能が入っているっていうところが今回のポイントだね。じゃあ次に、もう少し詳細な動きを見ていこう。それじゃあまずは、任意のね、アドレスを読み込めるようにしよう。そのために必要な知識っていうのをバイナリからね、得ていこう。まず、知っていてほしい挙動っていうのは、馬を追加するときの、挙動だね。これ具体的にどうやってるのっていう話なんだけど、ここのね、右側の表示を見てもらえるとわかるんだけど、まずは、ね、インデックスを入力して、で、その後に、馬のね、長さを入力して、
で、最終的に、ここの中でね、馬の名前を設定するっていう風になってるんだけど、大事なのが、まずは、ここで馬の名前を入力するんだよね。こういう馬の名前を入力して、で、ローカル24っていう風な、まあ、変数に入っていくんだけど、ここで、マロックっていう関数を使って、ヒープ領域にね、その数分だけメモリをね、確保してるんだよね。まずは、なんで、アットホースで、入力した文字列の長さ分、マロックで、確保してるんだなっていうことを覚えておいてほしい。で、その確保したアドレスっていうのは、さっき0から16番までの、インデックスを入力したでしょ。そこの配列に保存されると思っておいて OK。それがちょっと見にくいんだけど、ここの処理。で、最後に、さっきのね、保存したアドレスに対して、名前をね、こう代入していくんだけど、そこの処理っていうのが、ここになってる。これは、一文字一文字、こう文字をゲットキャラで取っていって代入していくよっていうだけの処理ではあるんだけど、一個だけちょっと注意しておきたいことがあって、このローカル D っていうのがゲットキャラでね、読み取った1文字になるんだけど、これがマイナス1だったら、このループから抜けますよって言ってる。これは、さっき入力した文字数よりも少なくても抜けてくれますよっていう。だから、16文字入れますよって言って、16の数字を指定して、その後に、マイナス1ってもう最初から入れちゃうと、もう無の名前の馬が生成されると思っておいて OK。これがアットホースの重要な性質だね。これはまずは覚えておこう。で、次は馬を削除するときの挙動なんだけど、さっき保存した配列のアドレスを参照して、ここでね、フリーするっていう処理。まあ、マロックに対するフリーだね。アドレスを確保した後に解放するっていう感じ。まあ、これに関しては、ここのね、0xc っていう配列の、まあ、ここの 0xc のところに、すでにね、解放済みかどうかっていうところは管理されてて、で、2回ね、フリーしないようになってるから、ダブルフリーって言われる脆弱性は特にない。まあ、実は、このリムーブホースに関しては特に言うことはないね。これだけ。で、最後に、チート機能になってくるんだけど、これは少し言うことがあって、さっきはフリーをした後のアドレスはね、こう書き込めないようになってるんだけど、このチート機能に関しては、フリーをした後のアドレスに対して、こうマロックとかでアドレスを確保したりもせずに、そのままね、配列に保存したアドレスに対して、名前をね、書き込むっていう機能がある。さっきね、1と名前入力したんだけど、まあ、それができるっていう感じだね。フリーをした後に、いろいろね、書き込めてしまうと、ちょっと脆弱性にね、つながってしまうので、このチート機能っていうのは結構まずい機能になってくるんだよね。で、その名前を設定する機能っていうのも、さっきアットホースで使った機能になってて、16文字のね、名前を入力するっていう、まあ、機能にはなってるんだけど、このね、マイナス1で抜けるっていう仕様を使ったら、16文字ね、入力しなくても、抜けれちゃうので、実際はね、こう16文字以下の何文字でも入力できますよっていう風な機能になってる。なんで、まずは、このアットでマロックで、リムーブでフリー。で、最後のチートで、フリーをした後のアドレスに対して、こう何かをするっていうところ。この3つを組み合わせて、任意のね、アドレスの読み込みっていうところを実現していこう。それじゃあね、マロックとかフリーとか、おおよそソースコードでね、流れを説明したところで、実際にデバッグを指しながら動きを確認していこう。で、いちいち馬の名前とかね、入力するのがめんどくさいので、ボーンツールズで、いろいろね、組んできました。このアットホースっていう風な関数を呼び出すと、これでね、インデックスを入力して、で、馬の名前をね、入力すると、馬をね、追加できるとか、リムーブホースをすると、これね、馬を削除することができるとか、そういう風なね、機能を追加してて、で、ここでね、GDB アタッチっていうので、後でね、こっちに GDB を挿して、で、ちょっとね、ヒープの状況を見れるようにしています。
で、ここで、まあ、適当な数字を入力すると、デバッカー入って、で、これでね、馬の状態が見れます。で、今やってるのは bizheapchunks っていうコマンドで、これね、ヒープの状態を見ることができるんだよね。で、何を見てるかっていうと、これ馬のね、名前が表示されてると思うんだけど、馬がね、あるあたりのヒープの状態をこれで見れてます。ABCD、EFGH ってところで、ここでね、馬の、名前がね、ここら辺に入ってるんだなっていうことがわかると思いますね。じゃあ次にちょっとフリーをしてみましょう。まあフリーをするとどうなるかっていうと、まあさっきね、馬の名前があったところに、ちょっとね、違う値が入ってきます。こんな感じ。さっきまでここに A とか B とか C とか D とかあったと思うんだけど、それがね、ちょっと消えて別の値になってることがわかるかな。で、もう一個ちょっとね、tcashbins っていう風なコマンドを打つと、まあこういう風な出力が出てくるんだけど、ここも実はね、こうよく見てみると、5b0 になってるでしょ ?5b0 が、ここだよね。で、5d0 っていうのが、ここ。5f0 っていうのが、ここ。610っていうのが、ここ。っていう風になってて、これよく見てみると、これ順番になってるし、なんかさっきまでね、馬の名前がなんか入ってたところにこう指してることがわかるよね。これっていうのは、次ね、ちょっとアドレスを、ここにこれだけの容量ありますよっていうのを、これ 0x20 ってやつで、サイズとね、一緒にメモしておいて、で、もう一回、マロックした時に、ここをね、再利用できますよっていうのをメモするところなんだよね。で、まずは、ここの値をメモしておいて、で、ここの値に入っている、ここの値を参照して、次はね、ここを見つけてっていう風な処理になってる。で、本当は、ここの値は、ここのね、アドレスを直接指してる。これ229とはちょっと名残あるでしょ。指してるんだけど、セーフリンキングっていう仕組みのせいで、ちょっと書き換えられてるんだよね。だから、これを突破する必要があるわけ。後でね。で、ここにこんな感じで入ってるんだけど、ここのね、次は、ここの値でマロックされて、で、ここの値でね、こういろいろ、例えば馬の名前とか入れたら、ここの値に対して入るんだけど、もし、ここの値をね、書き換えることができたら、別の場所に対してマロックしたりとか、別の名前、場所に対して、こう、馬の名前を設定して、変なね、文字列を設定することができたりとかして、ま、いろいろ悪さができるんだよね。で、ここを書き換えるために必要になってくるのが、さっき説明したチートの機能。チートの機能っていうのを思い出してみると、フリーした後の状態でも書き込めたよね。だから、フリーしたここのアドレスとかを狙って、でね、こういう部分を書き換えると、ここがね、書き換わっちゃうから、次、マロックした時のアドレスっていうのが変な場所に行っちゃうわけ。で、あともう一個、読み込みの方だね、もう必要になってくるんだけど、そこで大事になってくるのが、さっき説明したね、馬の、名前のマイナス1でループを抜ける部分の処理だね。もう一度マロックをし直して、でレースをさせるんだけど、その時に馬の名前を無にしておく。もう最初からマイナス1を入れて何もない状態にしておく。でその状態でレースを始めると、ここっていうのが実はそのままになるんだよね。って名前を入れるとここが埋まってしまうんだけど、こうマイナス1っていうのを入れることによって、実はね、マロックしただけだとここの情報変わんないから、それでね、情報をリークさせることができるわけ。それを組み合わせると変なアドレスでマロックさせて、でレースをね、走らせて、でその結果を得るっていうことをすれば、任意のね、アドレスを読み込むこともできるわけ。まあそんなことをしたいわけなんだけど、
まずはね、ここの防御機構を突破しないことには何の話にもならないので、まずはね、さっき言ったアットホースで無になるっていう風な性質を使って、ここのね情報を取り出して、でここのね防御機構を突破していこう。それじゃあね、さっきの処理を少しだけ書き換えてみた。さっきは4頭の馬をリムーブしたんだけど、今回は2頭だけにした。であとはさっきのね、あのマイナス1を入れるってやつを2回分ねリムーブした後にもう一回アットし直す。2回リムーブしてるので、もう一回ご確保する時のリストっていうのは2つだったと思うんだけど、それをねここで消費する形だね。この動きを少し確認してみよう。まず最初にここでアタッチされたタイミングっていうのは2回フリーされた後だから、次ねマロックした時に確保するリストっていうのは2つになってるはずだね。これで2つになってるよね。今だから次にこの 0x20 のところでマロックするときはこれで、その次にマロックするときはこのアドレスを参照しますよっていうこと。まあ、ヒープチャンクスの様子を見てみよう。まあ、まず一つ目にここのアドレスで、二つ目にここのアドレスっていう風になってるね。この矢印が実はそれを表してる。で、次に一回だけアットホースしてみよう。これで一つだけ矢印が減ったよね。これで先頭の一つ目の方のアドレスが、実はね、埋め立てられてて、ここでね、ここだね、ここの矢印が消えたと思うんだけど、ここは実はね、マイナス1を入れて、こう、値はね、こうなってるんだけど、実は、マロックされて、馬として、こういう名前の馬が存在しているような状態。もう一回計測してみると、よいしょ。こんな感じで、矢印が完全になくなって、で、さっきのね、0x20 のディキャッシュビーンズってやつがなくなってると。これで、さっきメモしておいた領域をすべて使い切った形になってるね。まあ、なんだけど、こんな感じで、馬の名前として、さっき入ってたね、こう次どこのアドレス指しますかっていう、この、キープのアドレスの情報っていうのが、ここに残っているわけ。これで、このままね、ちょっとさっき、レースするよって言ったから、実行すると、まあ、レースがね、走って、こんな感じで、マタイがあると思うんだけど、ここっていうのが、こうさっきはね、この、この値に、まあ、対応してるわけ。QE とか 8C とか。で、58が多分 X かな。こんな感じで、値が取れてることがわかるよね。じゃあ次は、ここのね、値をちょっと取っていきましょう。で、ちょっとこれ僕のコードの書き方が悪くて、で、今更直すのもめんどくさいからやらないんだけど、ここでね、本当は、途中過程が、ね、表示されてるから、まあ、こっから取ってくればいいんだけど、ちょっとめんどくさくてね、このウィナーのところから取るコードになってるんで、こいつがね、勝つまで頑張るっていうコードをね、ちょっと今から書いていこうかなと思います。はい、じゃあね、ちょっとコードを書き換えてきたので実行してみましょう。こんな感じでね、値を取ってきて、で16進数のね値が表示されていることがわかると思います。これでね、ちょっともう一回内部の状態を見てみると、さっきはね、こことここが、そのままね、フリーした状態のままになってたと思うんだけど、今回は、ここがね、21A5417 っていうところで、フリーした状態のままで、こっちが、A でね、ちょっと埋め直した形にしています。で、これが、こっちのコードで取った値なんだけど、まあ、ここのね、値が取れてることがわかるよね。で、もう一個ちょっと見ないといけないところが、ここになってて、ソースコードはね、なってて、どういう風に変えたかっていうと、まずはね、馬の名前を全部 A にしています。で、その後に、これでね、2つあるうち、リムーブした、2つあるうちの1つだけ、こんな感じで、マイナス1を名前にしといて、そのままに放置して、で、もう一個の方をね、A にしています。で、A の値が、以外が出るまでレースを回して、で、それ以外出たら、それ以外がウィナーになったら、アドレスをね、取るっていう風なコードにしています。で、これね、ちょっと気づいたんだけど、これレースのウィナーを取るコードが、コードな、こんな感じになってるんだけど、
ど、あの16進数の値がなんかちょっと改行文字が含まれてたりとか、なんかストリップとかで削られるような値になっていたとすると、バグりまーす。なのでこのコードは、時々バグるので注意してください。ただちょっとめんどくさいので買えません、これに関しては。はい、でそんな感じになってて、でこれで、ようやくねここの値が取れたので、じゃ次はここの値からねセーフリンキングっていう機構をちょっとね、バイパスして、さっきの、ね、TH キャッシュビンズの次マロックされる値っていうのを掌握したいと思います。それじゃあさっき謎だったセーフリンキングっていうものの仕組みを説明していこう。さっき取ってきた値っていうのがこの 21A5417 の場所だね。ここにあるアドレスの値を取ってきて、で本来ここには次マロックした時にこうなってきてほしいアドレスの値が入ってほしくて、今回の場合は B0D0 の順番でフリーしたので、ここの21A75B0 のアドレスが入ってきてほしかった。でも実際には別の値が入っている。これっていうのは実は結構簡単な計算方法で導出することができて、書き込み変態アドレスっていうのが 21A75B0 だったとすると、今いるアドレスを12ビットシフトしたもの、だから今回は 21A75D0 を12ビットシフトした 21A7 だねと 21A75B0 を、XOR したものっていうのがこの 21A5417 になってる。その計算結果っていうのがここの上の Python のコードになってるんだけど、一致していることがわかるよね。でここの12ビットシフトした値っていうのは、まあ、今回の条件だと、まあ、ほぼほぼ変わんないだろうっていうことが予想できるので、ここの値っていうのはなんで固定として考える、まあ、なんでさっきはあの今いるアドレスを12ビットシフトしたものっていうふうに考えたんだけど、この2つ目のこのね12ビットシフトした値っていうのは、まあ、常に固定だし、まあ、なんならこう書き込みたいアドレスと、まあ、同じものとして捉えても、まあ、問題ないわけだね。じゃあこの 21A5417 から 21A75B0 だったりとか、まあ、これからねこう他のアドレスを計算するときに必要になってくる 21A7 だね、この、まあ、常に XOR される値っていうのを、まあ、どうやって計算すればいいのかっていうところを説明していこう。まあ、この答えの値をちょっと右上にね残しているので、まあ、ここを見ながら、ね、適宜こうどういうふうに計算しているのかっていう正解が出ているんだなっていうところを確認してほしい。でまずはこんな感じで XOR されていて、まあ、12ビットシフトされているので、ここのね、上3つの部分っていうのは、下側はね、絶対0になるんだよね。だから、こういう風になる。ここ21A で確定だね。で、下側のやつっていうのは、上側のやつをビットシフトしたものだから、21A の部分は確定する。で、次に、この541と21A の部分って XOR してるだけだから、こんな感じで求めることができる。で、この7っていう部分も 75B を、ビットシフトしただけだから、こう7に入れてね。下の部分は切り捨てられるからね。で、最後に7と7で XOR して0になるっていう感じ。まあ、こうすることで、計算することができる。じゃあこれをちょっとね、さっきのエクスプロイトのコードに組み込んでいこう。今回は、こんな感じでソースコードを書いてきました。この関数を叩くと、さっきのね、アドレスの値と、あとはね、あの12ビットシフトしたランダムな値を取得することができます。で、書いてる処理っていうのが、さっきのレースをね、走らせて、で、アドレスを取るっていう処理と、あとはね、取った後に、あのさっきのね、この FFF みたいな感じで、12ビットずつね、ま、スクをずらしていって、で、やるっていうような処理が書いてます。で、リークしたアドレスと、それをね、12ビットシフトした値っていうのを、まあ、返すようになってて、で、その結果っていうのが、さっきのね、この、返り値になって、で、そのアドレスを、ログとしてね、出力するっていう風な仕組みになってます。じゃあね、実際に実行していきましょう。今回は、1AC75B0 と、1AC7 っていう風なアドレスが出てて、じゃあね、これをね、デバッグ化させて、本当に正しい値が出てるのか見てみましょう。よいしょ。今回撮ってるのは、ヒープのね、一番最初に、
取った時の値になっています。これ75B0 と出てますね。で、上から4つが、1AC7 なってて、こんな感じでね出てますと。まあこんな感じで、1AC6F77 から、このね値を取ることができました。で、この 1AC7 を取ることができたので、今度はここにね書き込むときに 1AC7 をビットシフトじゃない間違えた 1AC7 を XOR して、ここにね書き込んでやることによって、次ねマロックするアドレスっていうのを変にすることができるわけだよね。じゃあ次はそれをやっていこう。それでは次はねチート機能を使って実際にあるアドレスをね取りに行くっていうところをやっていこう。まずは2回リムーブをして、この2の方にね、3のアドレスをこう向けさせるようにしておく。で、その次、マロックしたら、この値を取ってくださいねっていう値を、レッドビーフに書き換える。で、その状態で、もう一回マロックをすると、これ2回目のね、マロックのタイミングで、レッドビーフをね、取りに行こうとするはず。じゃあ一回その様子をね、見てみよう。ブレイクポイントは2箇所に置いてて、まず1箇所目が、今まで通りね、メニューを選択した直後と、あともう1個がね、マロックをするタイミングで撮ってます。現段階のアドレスの状態っていうのはこういう風になってて、ここだね、レッドビーフっぽい文字列があると思うんだけど、ここにね、ランダムバリューがかけられてあって、ちょっと値がね、変えられています。で、Dcache Pins 見てみると、次はね、ここのアドレスをマロックした時に取りに行きますよって言ってるんだけど、ここのアドレスをね、書き換えているので、次はここのアドレスになります。だから1回目のマロックはここで、2回目のマロックはここって感じ。よいしょ。で、これでマロックのコーダに入りましたと。で、Dcache Pins 見てみると、4685F0 だね。これを取りに行ってくれる。ここに値が入っているよね。で、これでね、消費されたから Dcache Pins 見てみると、レッドビーフなんだよね。で、もう一回、マロックしに行こうとするんだけど、まあ、そのタイミングでね、次は、よいしょ、こんな感じで落ちてしまう。まあ、なんでかっていうと、レッドビーフなんて値、アドレスは存在しないからね。だから、実際にあるアドレスを選択してあげることにしよう。じゃあさっきのチートで、まあ、2回目のマロックをどのアドレスに向けさせたいんですかっていう風な話があるんだけど、まあいろいろ手段はあるんだけど、今回はね、この BSS 領域っていうところにある、アドレスからね、libc の、ベースアドレスね、推定しに行くっていうところをやっていこう。まあ、BSS 領域っていうのは、本来はね、未初期化の、グローバル変数とかが入ってるところなんだけど、stdin とか stdout とかもね、このあたりも、未初期化のね、値になっていて、まあ、プログラム内でね、参照されていると、まあ、その解決のために、こんな感じで、コード上に載っていることがあるんだよね。で、説明忘れてたんだけど、今回は nopie なので、ここのアドレスはね、固定です。実際ね、どういう風な値があるのかっていうところを見ていきましょう。さっき確認したところ、4040D0 っていうところに STDE のね、情報が入っていることが分かったので、そこをね、情報をテレスコープで見に行くと、IO のね、こんな感じで、21の STDEIN っていうのが、ここに、ロードされてますよっていう情報があるね。だから、これと、これのね、引き算をすると、libc のね、ベースアドレスが取れるっていうわけ。次に、やりたいことのイメージっていうのは、こんな感じ。ここに STDE のね、情報が入っているので、ここのね、アドレスに書き換えて、で、マロックをしてあげると。で、その後に、レースをしたら、アドレスが取れるので、それと、このね、IO21STDEIN ってやつの引き算をすることによって、libc のね、ベースアドレスを取ることができるんだよね。じゃあ実際ね、ここのインタラクティブでレースさせてみよう。実は、一個だけ、問題点があるんだよね。最初の前提条件で伝えたと思うんだけど、チートをしている状態でレースをしようとすると、こんな感じでチートが検知されてしまうんだよね。だから、この、libc のアドレスリークをするためには、チートをね、ちょっとバイパスする必要があるわけ。チート対策をね。で、
このチート対策どうなってるんですかっていうところを説明していこう。0番を押すと、まあ、チートをすることができるんだけど、そのコードっていうのがこんな感じで、チートをするときに実はね、この 4040EC っていうところにある値を1に設定してるんだよね。で、実はこれレースをするときに検出されてて、ここでね、この値を見てて、で、もしここがね0じゃなかったら、チートがね検出されましたっていうところでエラー落ちするっていう風な内容になってるわけだから、なんとかしてここの値をね書き換える必要があるんだよね、このレースを走らせる前にね。で、どうやって書き換えるんですかっていうと、さっき使ったねチートの機能を使います。チートを使って、アドレスの向き先をここに変えて、で、名前を変更する機能あったでしょ、チートの名前を変更する機能で0にしてあげる。で、0にしてあげた後にレースを走らせることによって、このねチートをした状態でレースをするっていう状況が完成するわけ。じゃあ次はそれをねやっていきましょう。じゃあね、さっきのチート対策をねバイパスする手法を紹介していきます。さっきのリブシーのねアドレスをリークする箇所っていうのはここで、これでねセットしてる状態になってます。ただ今ねチートをした後なので、ここのね 4040EC に1っていうふうな、ね、値が入ってしまっていて、チートができていない状態になっているので、ここをね0にしていきます。さっきちょっとねここぐちゃぐちゃといじっちゃったんで、別のね馬の番号0と1を使ってねやっていきます。もう一回2つねリムーブして、そのさっきのねビンズにアドレスを溜め込んで、で、今回は 4040EC を書き換えたいんだけど、ちょっとね、こういうキリのいい数字じゃないと、マロックくん困っちゃってこう爆発しちゃうので、こういうね、キリのいい数字を入れてあげましょう。これアライメントってやつだね。で、入れてあげた後に、もう一回ね、入れてあげるんだけど、ここでなんか0とかを入れてあげて、まあ、適当にね、数字を入れてあげて、0でね、ご初期化してあげるみたいなことをやっています。これで、チートのね、ここの変数の値も無事にね、0になって、で、レースが走るようになるっていうわけだったね。じゃあ実際ね、走らせてみましょう。で、今どこで止まってるかっていうと、最後のね、2個、馬を追加するところになってます。で、今2つあって、最初にね、まず普通の、よいしょ、マロックが走ります。1回目はね、ここだね、4545。DJ だね。ここから走って、で、次に、ここなでをね、見に行くっていう風な感じになってるわけ。まあ、まずはね、普通にマロックするだけなんで、飛ばしていきましょう。よいしょ。これでね、4545DJ が取れましたと。じゃあ2回目もね、取っていきましょう。2回目は、ここのね、4040E0 の値を取りに行く。で、ここでね、まあ、ロックしに行きます。で、よいしょ。現段階ではね、このチート対策の値っていうのは1が入ってるんだけど、まあ、マロックした時もね、1は値は初期化されるので、まあ、実はね、ここに巻き込まれて値は初期化されちゃうんだよね。まあ、一応その後も念のため、0で埋めてるんだけど、まあ、この時点でね、初期化されてるので、まあ、特になんか0で埋めるっていうのは、まあ、必須行為ではないです。で、こんな感じで進めていくと、まあ、最終的にね、こんな感じで、メニューが現れるんだけど、そこでね、レースをすると、無事にね、レースが走ります。で、ここになんかね、値が入ってるんだけど、これがさっきのね、STDEのアドレスになってるので、まあ、ここからね、リブシーのアドレスリークができてるというわけ。まあ、これで実は2つのことができてるんだよね。任意の値に、まあ、今回はね、0を書き込んだんだけど、任意のね、値を書き込むっていうところと、あとは、そのね、このレースを通じて、任意の値をね、呼び出すっていうことができるようになりました。
まあここまで来るともう正直ほとんど何でもできるんだけど、まあここからね、あのシェルを起動してニーコード実行にするっていう流れにつなげていきましょう。まあちょっとねバイナリを見るとよいしょ、ここがねパーシャルレルになってるので、今回は簡単にゴッパをゴッドオーバーライトっていう攻撃でね、やっていこうかなと思います。さあ今までの準備で任意のアドレスの読み込みと、あとはね任意のアドレスに対する書き込みっていうのができるようになりました。この状態から、まあ、どうやって任意コード実行に持っていくかっていうので、まあ、ゴッドオーバーライトを使っていくんだけど、ゴッドオーバーライトって何っていう話をすると、まあ、こういうゴッド領域っていうのがあるんだよね。グローバルオフセットテーブルっていうのがあって、これっていうのは、まあ、動的にね、こういう風な、関数をね、解決するときの、まあ、アドレスの参照先をね、メモしておくようなものになってます。で、一回解決されたやつは、こんな感じでね、直接、値が入るんだけど、まあ、そうじゃないやつは、解決してねっていうのにね、問い合わせるみたいな、ちょっと別のコードが走るようになってます。だからちょっとね、値が違うのはそういう風な事情だね。ってことは、例えばね、フリーを呼ばれると、まあ、このアドレスを参照して、まあ、ここに飛ぶわけなんだけど、ここのアドレスをね、書き換えちゃえば、まあ、好きなところに飛ばせるっていうわけ。まあ、これでね、いろんなところに飛ばし放題なんで、まあ、何でもね、好きなことしちゃいましょうっていう感じだね。で、まあね、いろいろソースコードをね、もう一気にガーって書いてきたので、まあ、それのね、説明をしていきましょう。まあ、使うのは、printf と setbuf と stdError と、まあ、さっきね、取ってきた libc のシステムだね。まあ、よく見ると、実は、ここにね、システムの、plt があるから、まあ、こっち使ってもいいかなと思ったんだけど、まあ、libc のアドレスリークしたし、せっかくこっち使っちゃおうかなっていうことで、で僕のエクスプロイトでは、こっちにやりました。で、まず、0番のね、heap のアドレスに binsh っていう文字列を書き込みます。なんで、今後ね、binsh を参照したいときは、このね、さっきリークした0番のこの heap のね、アドレスっていうのを使ってあげると、これでね、渡してあげます。で、stdError にこの heap0 のアドレスを渡しちゃってるので、次ね、stderror 変数を渡された関数っていうのは、この binsh をね、渡されたものと、まあ、同じ意味になるね。で、じゃあ具体的に、どこの関数に対して、このね、まあ、BSH を投げるんですかっていう話なんだけど、これ、この setbuf っていう関数だね。で、これっていうのは、そのソースコード、起動時にね、だけ呼ばれるような、まあ、関数になってて、2回目以降はね、普通の利用用途だと刺さんないんだけど、これもね、ゴッドオーバーライトでここに飛ぶように書き換えて、で、このセットバフもシステムに変更してあげる。で、すると、システムの、第一式数に BSH が渡されることになるので、これでね、ニーコード実行ができるようになるっていうわけ。だからまずは BSH に書き込んで heap0 のアドレスを stdlr に変えます。で、次にやるのが、セットバフをシステムに変えますってやつだね。これも、任意コード、任意のアドレスに対する書き込みで、さっきと同じ要領でね、実装してあげると。で、最後に、この printf、まあ、printf たくさん使ってるんだけど、この printf の、ゴッドの先を、ここのね、1b90 に変えてあげることによって、1b90 に変えてあげることによって、これね、stdlr、を、代入して、で、セットバフ実行するっていうところにね、飛ばすことができるので、これでね、システムで BSH を呼び出すことができるわけ。これで任意コード実行ね、一連の流れは整ったので、あとは実行するだけ。ちょっとデバッカ切っとこうかな。よし。まあ、ちょっとさっき言ったね、開業文字とかの都合で確率的にしか成功しないんだけど、これでね、無事に、LS コマンドとかの実行に成功していますと。あとは、これをね、リモートで実行することによって、
実際にエクスプロイドを成功することができます。はい、ということでね、今日の解説は以上。まあゴッドオーバーライトに関しては結構世の中に記事があるので説明を省略したんだけれども、セーフリンキングであったりとか、ユーザーフターフリー、まあ、フリーした後にいろいろやるやつだね。で、攻撃するやつっていうのは、まあ、結構ね、世の中に情報が少なめだったので、まあ、実際に問題を取り上げて解説してみました。まあ、ピコ CTF の問題ではあるんだけど、ピコ CTF の中でもね、一番難しい問題になってはいるので、2023年もね。まあ、ちょっと難しめの問題かなと思う。まあ、正直、これをね、一発聞いて、まあ、理解できるようなものではないと思うので、まあ、実際ね、手を動かして学んでみてほしい。まだね、ちょっとポーン勉強したりなくて、もう少し、精進したいなと思っているので、面白い問題と出会ったらね、また紹介したいと思う。それでは、また会える日を楽しみにしてるぞ。バイバーイ。